尻尾振りながら今すぐ行くねって便利な存在。予定が入ったとか仕事が長引くとかあなたの絶対なんてもろく儚い。視界の片隅に転がってるピアスが2番とは黙っておきの子にら髪型も洋服もメイクも真似てそれでもあの子にはなれなくて首筋に噛みつきたいと願うほどあなたの遠くが澄んだ。ドキドキ震える携帯の中は甘い言葉と浮かれたスタンプが生き返ってるラインメモリーギリまで詰まってるんでしょう。洗面所の隅でピンクの歯ブラシが泥棒猫と罵る夜じゃなく昼間のあなたの隣を日差しを浴びて歩きたいのに